こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ユニクロの新しいコラボレーションラインであるユニクロ C の中で大人の男性が選ぶべき服参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、すでにですね、こちらのユニクロ C については、発表されてから時間が経ったわけなんですが、僕自身も興味深く拝見させていただいて、今回はメンズラインではなくてウィメンズなので、あんまり関係がないかなと思ってたんですけども、よくよく見てみるとこれ結構いいんじゃないっていうものが、数少ないんですけども見つかったので、今回は全力で皆さんにですね、解説をしてみたいなと思っています。すでにですね、先日ショート動画の方でも結構このあたりは語ったんですが、割とですね、1分という短い動画ではあったんですけども、多くの方に見ていただいたので、男性の方にも意外とこちらのラインはですね、注目されているのかなと思っていますので、ぜひですね、気になる方は気軽に最後までお楽しみいただければなと思っています。ユニクロ C についてはですね、もう皆さんご存知かなと思うんですね。イギリス人の著名デザイナーであるクレア・ワイト・ケラー氏によるですね、コラボレーションラインになっているんですけども、割と女性らしい甘いテイストの服ではなくて、なんかメンズライクな雰囲気もあるような都会的でシャープなものも多かったりするので、僕たち大人世代も選べば使えるものあるんじゃないのかなということで、今回は3つご紹介したいなと思ってるんですけども、ただまだ実物を見てない状態なので、あくまで予想なんですね。実物を見てみたら、意外と女性っぽすぎて男性にはまらなかったっていうこともあるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、発売日当日に今回ご紹介したアイテムをまずは試着をしてみてください。オンラインで買ってしまうとどうしても雰囲気がわからないので、そもそも今回ご紹介するものが男性にバチッとはまるかどうかがわかりづらいので、ぜひですね、皆さんには今回の動画一つを参考にしながら試着する際のですね、目安にしていただきたいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的におすすめのアイテムをですね、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目、個人的に一番これが欲しいな、気になるなと思ってるのがオーバーサイズジャケットですね。カラーはグレーとネイビーの2色になっていまして、価格が7990円になっています。これはですね、かなり良さそうな雰囲気があるんですけども、ユニクロとデザイナーとのコラボレーションラインって、これまでプラス J だとかユニクロ U だとか、他にも色々とあったかなと思うんですが、割とですね、このようなシャツアウターみたいなアイテムっていろんなコラボレーションラインの中でも頻繁に行っていたものになるんですね。なので僕自身もですね、こういったもの何度も買ってきましたが、これなかなか良さそうだなと思いました。デザイン的にはシャツをベースにしたようなアイテムになっているんですが、胸に大きめのポケットがついていまして、蓋付きですね。この蓋の部分もかなりですね、面積も大きくて大ぶりなポケットになっています。もうちょっとベーシックなシャツアウター的なものはユニクロのですね、通常ラインでも展開してるんですが、やはりコラボレーションラインということもあって、かなりデザイン的にはトレンド感を強めに出したアイテムになってるかなと思います。肩はラグランスリーブになっていて、落ち感もすごく綺麗ですし、素材はポリエステルとウールをブレンドしたものになるんですが、表面には起毛感があって、秋冬の雰囲気を楽しめるような、そんな質感になってるかなと思うんですね。色の雰囲気もですね、ベーシックなグレーとネイビーということで、どっちも使いやすそうなんですよね。これはですね、ユニクロの通常ラインのシャツアーダーだとちょっと物足りないかなと思ってる方にはかなりおすすめできるようなデザインかなと思います。結構気になるのが丈の長さなんですよね。割とすっきりめなんですけども、お尻の半分ぐらい隠れるような丈感かなと思うんですね。もうすでにですね、ユニクロライブステーションの方でスタッフの方が着用しているような動画が出ているので、そちらを参照していただきたいなと思うんですが、こちら身長166センチの美穂さんという方で、やっぱりちょっと着丈が長めなんですが、長すぎず短すぎずぐらいのですね、ちょうど着やすいような丈感になってるかなと思います。秋冬のアウターって意外とこのようなシャツアウターってすごく便利で、僕自身大好きなんですけども、昨年はカバーオールみたいなものを買って結構冬場も着ていたんですけども、ロング丈のコートよりは足さばきもいいし、サクッと羽織りやすいので1枚持っておくと便利なのかなと思います。個人的に第一希望はグレーかな。グレーのこのミディアムグレーぐらいの色味がすごく上品だなと思うので、こちらが第一希望で、ちょっと色味が明るいかなと感じたらネイビーをちょっとチェックしたいなと思っています。おそらくメンズでもハマりそうな雰囲気はしてるんですが、皆さんはどうお考えでしょうか。第一候補としてこのアイテムというのは鉄板かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。
はい、続いて2点目のアイテムなんですが、これもかなりいいと思うんですよね。プレミアムラムハーフジップセーター長袖ですね。カラーの展開は4色になってまして、グレーとオレンジとベージュとあとはネイビーですね。結構ブラックというよりはネイビーの方を押してる感じがするんですよね。うん、これは間違いなく良さそうですね。4990円ということで、価格帯的にも取り入れやすいので、まあ、ぜひ皆さんにもチェックをしていただきたいなと思います。これはですね、公式スタイリングの中で男性も着ているので、割とこれは取り入れやすいアイテムかなと思っています。ここ数年ですね、このようなハーフジップのセーターというのはトレンドアイテムの一つになってきていまして、僕もですね、去年動画の中で何度かご紹介したかなと思います。まあ割と王道的なデザインで、これは結構10代、20代の方も取り入れるアイテムではあるんですが、大人世代でもトライをしてみる価値は十分にあるかなと思っています。で、結構僕も似たようなものを持っているので、今回ですね、ちょっと参考までに持ってきてみました。こちらはですね、昨年購入した H Beauty & Youth をですね、ハーフジップのニットになっているんですが、割と雰囲気近いんじゃないかなと思います。厚みはですね、中肉厚ぐらいで、重ね着もできるし、単品でもちゃんとですね、着映えがするような雰囲気になっていまして、割とネックが高いんですよね。これ上まで締めてしまうと、結構首元が暖かいのと、むしろ長すぎちゃうぐらいなので、ジップはですね、だいたい半分ぐらいですね。これぐらい開けて着るのが、一番こう襟の広がりも美しいので、バランスがいいかなと思うんですね。まあ下にはですね、白 T なんかを着ながらちょっと見せてあげるのがバランスがいいかなと思うんですけども、これ非常に気に入ってよく着ているんですが、雰囲気的にはすごく近しいかなと思います。色はですね、結構どれも良くて、僕はですね、個人的にはネイビーとあとはベージュですかね、この2色は気になっていますね。あとグレーもなかなか良くて、僕の持っているこちらはチャコールグレーに近いような深めのグレーなんですが、まあ割とこうミディアムグレーに近いようなですね、中間的なグレーで、これもバランスいいんじゃないのかなと思います。で、ニットの表面はあぜ編みになっていまして、凹凸があるんですね。縦にこうラインが走るように見えるんですけども、このおかげでスッキリとした印象にもなりますし、平面的な雰囲気ではなくて割とこう立体的に見えるというところも、まあバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、気になるのは丈の長さなんですよね。ショート丈ということで、これがですね、短すぎるとちょっとですね、女性っぽさがより際立ってしまうかなと思うんですが、モデルさんが着てるのを見る限りでは、まあ、そんなに短いという形でもないのかなと思っています。まあ、モデルさんは身長が高いので、どうしても丈がですね、短く感じられてしまうんですが、まあ、僕ら大人世代がですね、サイズをですね、しっかりと選べば、まあ、僕だったらおそらく M か L でいいと思いますし、まあ、通常体型の方も L だとかを選んでいただければ、まず間違いがないと思います。XXL までサイズ展開があるので、これは持っておいて、まず間違いがないんじゃないのかなと思います。特にデザイン的に奇抜なところはなくて、丈感さえですね、はまれば、これは秋冬のロング丈のコートと相性めちゃくちゃいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、チェックをしていただきたいアイテムかなと思っています。はい、続いてラスト3点目はですね、こちらアジャスタブルウールキャップですね。価格は2990円で、カラー展開は3色。グレーとブラックとベージュになっていますが、個人的には、まず王道のブラックから試着をして、結構一押しは07のグレーかなというふうに思っています。結構ユニクロのキャップって使いやすいんですよね。ベーシックで定番的なので、割とどんなスタイルにもスッと馴染みやすいんですが、今回はですね、ウール素材のキャップということで、素材感が変わることで、だいぶですね、印象も大きく変わるかなと思います。まあ、デザイン的には、よりこう丸みのあるようなシルエットになっていまして、結構ミニマルなんですけども、意外と被ってみると特徴的なのかなと思っています。素材感も希望感のあるウール素材なので、上品ですごくですね、大人に相性が良さそうなキャップになってるかなと思っています。なんかこのようなキャップっていうのはですね、一見すごくカジュアルなアイテムに見えるかなと思うんですね。まあ、確かにそうなんですが、このアイテムをどんな時に被るのがバランスがいいかというと、意外とですね、綺麗めな着こなしを着崩す際に使うとバランスがいいかなと思っていまして、僕は今カバーオールを着てますが、こういうカジュアルなアイテムに対してキャップを被ってしまうとちょっと子供っぽく見えてしまうんですが、例えばロング丈のウールのコートだとか、あとはジャケットのスタイルだとか、そういったちょっと小綺麗な着こなしの中にあえてキャップを入れてあげると、ギャップでバランスよくですね、ハマるっていうことがあるので、まあ割とそういった形で使ってもらうのがいいかなと思います。キャップ自体にもですね、ロゴだとか何
か文字が入っているようなものではなくて、無地でちょっと丸みがあって、あとは素材感で違いを出すというところで、まあミニマルなものなので、これはですねちょっと綺麗めなスタイルにこそ相性がいいんじゃないのかなと思っています。で、後ろを見てみるとアジャスター部分がレザーになってるんですね。このあたりの素材使いもチープではなく上品に作り込んであるので、これは大人にふさわしいようなキャップかなと思っています。まあ、僕自身も休日はですね結構キャップをかぶってることが多いんですね。というのも髪の毛セットするのが結構面倒なので、キャップだとかハットにですね結構休日は頼りっきりなんですが、まあ、こういったものが1個あるだけで着こなしの幅もかなり広がると思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではユニクロの新しいコラボレーションラインであるユニクロ C ですね、まあウィメンズのコレクションではあるんですが、その中でも大人男子が似合いそうなものですね、3つ皆さんにご紹介させていただきました。オーバーサイズジャケットとプレミアムラムハーフジップセーターと、そしてアジャスタブルウールキャップですね。この3つはまあ間違いないと思うんですね。とはいつやっぱり店頭でしっかりと見て試着をして検討していただく必要があるかなと思うんですが、これでちょっと外してしまったらですね皆さんに謝罪をしなくちゃいけないなと思ってるんですが、僕自身も発売日にはしっかりとチェックをして良さそうだったらですね実際に買って皆さんにちゃんとご報告ができればなと思っています。ちょっと今回はウィメンズ専門だったので、メンズもですねコラボレーションライン新しいもの何か来ると嬉しいなと思ってるんですけどね。ちょっと噂ではですねホワイトマウンティアリングとのコラボレーションが復活するらしいぞというのも入ってきてますので、そちらもまた新しい画像なんかが出てきましたら皆さんにですねご紹介できればなと思っています。こちらチャンネルではこれからも大人の男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、まあ、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたは専門ブランドですね、このあたりの情報に関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ライブ配信やっていますので、皆さんのご質問に直接答えながらワイワイ楽しくやっています。気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。